新陰流を創始しました。信綱に指示した柳生石秀才宗俊は無糖の位を介護して第二世を継承しました。宗俊の長男俊勝の子兵庫之助俊俊は祖父石秀才の遺志を受け異彩が開花し第三世を継承した。元和元年に尾張藩主徳川義直の兵法師範となり太平の時代に即応する突田鶴見の兵法を確立し旧都以来の兵法断りと東方に根本的な改革を加え東流を再生した。東流は尾張藩の御流儀を差し飛ばし東東は尾張や流儀と尾張藩徳川家の協力により正しく伝承され第22世宗家柳生剛一義信先生に至っています。第2回戦は無敵流浄術龍と佐々木哲斎徳久は左の文字であり藤原の戦いにおいて九尺の槍を使い決戦中絵を持って分戦し、その後、日本六十余州の大将の神器と割り下に取り入れ、その霊剣により、無視、無視流の悟りを得、無視流平常術を改元。その後、日本改ざん無術として各地を受け、宗家六代目、片岡宗義兼平が、水戸地方において伝承。令和天明の頃から民衆の自衛武術として水戸を中心に近郷近在において発達無比無敵流浄術として流星を極めた。昭和46年中宮都市自衛武者大平成6年北千住市武芸文化財に指定されました。経典されております異流派革新術の流と令和の国営の水姉は水戸藩に仕え幼少の頃より武術を好み藤山流の師助川一郎左衛門定義吉岡流の師深沢又一実次無行流の師森山喜右衛門長政に学び自らの創意と工夫により伊賀流を編み出した。この流派は水戸藩を中心に近郷近在において発達し流星を極めた。その後時代を経て伊賀流派勝新流柔術と称され現在宗家十三代目を根本健一忠幸先生が継承しておられます。Hey!
えー